日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はアルバイトについて。アルバイト、はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日ももちろん元気ですよ。今日はアルバイトについて話そうと思います。アルバイト、アルバイトはまあそうですね、ちょっと日本語のアルバイトと英語のパートタイムはちょっと違いますね。アルバイトはフルタイムのこともあります。だけどやっぱりこのコントラクトがですね、契約ですね、契約がパーマネントじゃない、ね、どちらかというとテンポラリーな仕事、ね、まあ1ヶ月半年1年、なんかそういう短い期間、ね、短い間する仕事が多いですね。アルバイトのイメージですね。大学生の時に僕はアルバイトをしました。僕はコンビニでアルバイトをしました。コンビニ、コンビニは多分2年ぐらいしました。2年間コンビニでアルバイトをした。お金はまあまあでしたね。まあまあ1時間に多分900円ぐらいだったかな。悪くないけど良くない。まあまあですよね。まあまあ僕は夜のシフトでしたね。夜のシフト。夜9時ぐらいから朝6時ぐらいまで。深夜というやつですね。深夜。夜ですよ。夜の9時から朝の6時まで。ちょっと大変ですね。その後少し寝て大学に行きました。大学では寝てました。眠いですよね。大学で寝てましたね。大学で寝てあまり勉強しませんでした。これは本当のことです。だけど大学の後、僕はたくさん本を読んだり、たくさん映画を見たり、たくさん音楽を聴いたりしました。そしてまた夜はアルバイトしました。そのお金でギターを買ったり、CD を買ったり、ライブコンサートに行ったり、本を買ったり、デートをしたりしました。勉強はあまりしませんでした。これは本当の話、ね。だけど僕はたくさんデートをした。たくさん映画を見た。たくさん音楽を聴いた。悪くないですね。たくさん本を読みました。はい、まあ、そういう大学生でした。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。